ちょうどね、混ぜやすいパックになってますんで、ペロッといっちゃいますよ、これ。はい。どうも、料理のお姉さん、リュウジです。今回はこちらのキムチ、これね、めちゃくちゃうまいキムチなんですけども、こちらをね、作っているリアマさんとね、コラボでございます。この間、僕食べたんですけども、バリうまいです。僕、いつもね、言ってるんですよ。キムチを使う場合は、日本人好みにされる、ちょっと甘めで、旨味の強いキムチを使ってくださいって言ってるんですけども、やっと理想が見つかりました。これです。ということでですね、今回は、こちらの、キチョシキムチを使ってですね、このままでもね、もちろんものすごい美味しいです。それだけじゃ、料理研究家の中、スタルということでですね、今回はこちらのキムチを、リュウジ流の味付けにしてですね、さらにご飯やですね、お酒の進むようなレシピにしていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料でございます。まずね、山さんのイチオシキムチ、明太子、そしてニンニク、おろしが半かけ使います。調味料もうここでいっちゃいましょう。一味唐辛子とごま油です。ということで、めちゃめちゃシンプルなんですけども、やっていきたいと思います。なんとですね、三山さんから差し入れいただきました、こちらのね、小分けになってるチョコと濃厚キムチで、タバトキムチのチョコットソーダ、ツナとキムチのチョコットソーダ、このままでめちゃくちゃ美味しい惣菜キムチになりますので、今日はこちらをつまみに楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今日はね、ビアを用意しましたので、いただきます。やっぱ仕事前の一杯ですよね、皆さん。ということで、キムチもちょっといただいてみます。濃厚キムチいただきます。あー、これビールだわ。合うね。旨味が強くて、つまみももちろんですけど、ご飯にも絶対合いますね。サバの方いきます。うん、ちゃんとサバ感ありますよ、これね。すごく美味しい。こっちはやっぱ魚の旨味が強いですね。こっちはね、日本とかも合うかもしれない。うまい。ちょっとツナもいっていいですか。ツナうまっ。めちゃくちゃ美味しい。このままパスタとかにしても美味しいですね。焼酎とかもいけちゃいますね、これね。これやってるとね、始まる前にドロドロになってしまいますんで、なんで早速無限キムチを作っていきたい。じゃあまずね、一かけ入れちゃうと結構ニンニクが強くなっちゃうんで、半かけぐらいです。もし、ニンニクの匂いが気になるなっていう方は、もう少しでもいいです。はい、3分の1ぐらいでも。そしてここに明太子リフト、明太子1本分ね。で、余った皮、これ皆さん捨てないでください。じゃあ続けていきましょう。一味唐辛子、小さじ半分。これも辛いのが苦手な方は控えていただいて大丈夫。半分ぐらいにしていただいてもいいんですけども、まあ僕はね、もう辛いの好きなんで、これぐらい入れちゃいますね。はい、もっと好きな方はもっと入れちゃってもいいです。はい、そして最後に風味、ごま油ですね。これか、小さじ1杯だけ入れます。はい、これでね、風味が少し豊かになる。これ以上入れちゃうと結構ごま油の香り支配されちゃうんで、これぐらいがいいです。はい、そしたらこれをパックのままね、混ぜてください。ちょうどね、混ぜやすいパックになってますので。じゃあなんでこれ明太子入れるのかっていうと、もともとキムチってアミエビの塩辛とか本場で入れるんですよ。魚介のね、旨味っていうのが非常にこのキムチ合うんですね。なんで明太子で旨味と塩っ気を、もともと美味しいキムチなんですけども、プラスしていい感じの改造しちゃうっていうレシピなんですね。これが無限キムチ。僕のレシピの中でもダントツで簡単でしょ。これがうまいのよ。盛り付けいきましょうか。ちょうどこういい感じのこの銀のお皿があるんで、ここに持っていきます。香りがいいんだ、またいい感じで盛れましたね。ペロッといっちゃいますよ、これ。ということで、三山の調子キムチで作る無限キムチ完成でございます。できました。食べたいと思います。いただきます。まずはそのままいってみたいと。もうとんでもないものを見つけてしまいました。めちゃくちゃうまいです。明太子のうまみと塩気が味わいの深いこのエチオシキムチに合いますね。これね、絶対やった方がいいですよ。味付けがしっかりしてるんで、お豆腐でもいいし、焼いたお肉とかと一緒に食べてもすっごく美味しいと思いますね。何にでも、このままチャーハンとかにしてもうまいですね。ここでね、ちょっとね、締めに最高な食べ方で、こもりご飯に海苔を、でここにイチオシキムチ乗っけちゃうんです、これ。でごまね、あればいいです。無限キムチだけでもいけるんですけども、この食べ方やばいです。いただきます。
うん、まっ。海苔の香りもすごくいいですね。うん、やばい、お魚もあって、すごいご飯進めすぎます。ということで、キムチ大好き人間、ようこそ。いただきます。キムチパラダイス。キムチパラダイス。じゃあ早速いただきます。じゃあまずは、はい。うまいっしょ、うん、これうまい、めっちゃうまい。これうまいのよ。めっちゃ簡単だしね。やば、これやばいよね。やばい、これやばいよね。これともこれいけるもん。いけるよね。ご飯をキムチで食べるとかいう概念ではなくて、一品の料理になっちゃうの。確かに。夕飯で出てきてもうめえってなるよね。これだけでいいもんね。そう、もはや。あとはもう達也の好きな納豆とかとも、めちゃくちゃ相性いいから。はい、いいな。そういうのもできるから、家でもできるで。やります。はい、俺は簡単なんで。ごちそうさまでした。最高でした。ということで、いかがでしたでしょうか。一押しキムチね、あんまり忖度できる人間じゃないですけど、マジでうまいです。今回の無限キムチも一押しキムチで作るのが本当の美味しい。なんでかっていうと、旨味と甘みのバランスがいいんですよ。これ自体でもすごくご飯とお酒に合うようになってるんで、一押しキムチを使っていただいて、今回の無限キムチ、僕のキムチ料理だけどかなり評価が高いです。自分の中でいろんな料理に使えるので、皆さんですね、ぜひこの一押しキムチ、無限キムチ作ってみてください。明太子一本のことをね、一腹って呼んでる方もいらっしゃるんですけど、一腹ってね、あ、二つらしいんですよね、一腹ってね。こう、タラから取れるのが一腹らしい。突っ込まれます。僕の YouTube とか結構突っ込まれてますけど、間違ったこと。はい。なんで、明太子一本分ね。だいたい一本ね、25g から 30g ぐらいのものが多いんで、